宮城明の宝石チャンネル始まります。というわけで、宝石チャンネルの第1回目ですね。私は今銀座で宝石屋、怪しい宝石屋をやっている宮城明と申します。で、何が怪しいかっていうと、宝石のエネルギーということに関して、結構注目をしていて、で、宝石のエネルギーと、お客さんのエネルギー、持つ方のエネルギーっていうものをマッチングさせるっていうことをメインにして、宝石をお届けしてるっていうことです。そもそもそのエネルギーとか言うとちょっと怪しくなる感じですけども、そもそも私がなぜこの宝石に出会ったのかとか、その流れをから話していかないと、宝石っていうものに関しての私のこの見方っていうのもちょっと説明しづらい部分があるんですけども、その辺はおいおい、詳しくお話ししていくとして、そもそも私がなぜ宝石に出会って、その宝石をこう届けるような仕事をしているのかということからちょっとお話ししていくと、そもそも私はもともと公務員を22年くらいやっていまして、全くその、なんていうのかな、宝石、それこそ宝石と関わるなんていうことは、その全く自分の人生の中にはなかったですけども、いろんな経験の中から、どういうわけか、自分のところにその宝石との縁ができてきたっていうような感じなんですね。そんなこと言っちゃうとちょっともともともないんですけども、そもそも、一番最初に私が宝石と出会ったのは、そうですね、インディアンジュエリーにちょっと興味があった時期があって、っていうよりもインディアンとかのその教えですね、ちょっとスピリチュアルなその教えみたいなことに興味があって、で、そのインディアンのその考え方とか、そういうスピリチュアルな世界観みたいなものに、興味があって、その時にターコイズとかを含めたインディアンジュエリーに出会って、それを身につけるようになったっていうところが、もともとの始まりではあるんですけども、それでもその宝石というものに関して、それを職業にするとか、それをこうメインに生きていくなっていう意識ってのは全くなかったんですよね。その時に出会ったインディアンジュエリー、こんな感じですよね。これもターコイズを使った、バングル。あとこれはターコイズの、ペンダントですかね。これも綺麗ですよね。こんな感じで、どちらかというと、この石のエネルギー云々よりも、このデザインとか、あとはこんな感じのシルバーの加工技術とか、どうやってこれを作るのかみたいなところに興味があったりとか、そういった感じが、最初のこの石との出会いだったんだろうなって、思い返すとですね、あります。ただこの時は別にそのターコイズ、石のエネルギーがどうだとかっていうことに関しては、ほとんど意識していなかったですね。でもこのなんかかっこいいこのデザインとか、あとはこの石の何とも言えないこの色合いですよね。このターコイズの色合いとか、こういったところに心が惹かれるっていうか、そういった感じはやっぱりありました。それ自体がエネルギーということでもあるんだと思うんですけどね。でも、
なぜかその宝石ということにハマり始めたっていうのは、やっぱりその宝石を知れば知るほどこの存在っていうのがちょっと不思議で、でまあ人間人っていうのもちょっとかなり不思議だなって思ってたところに、この宝石っていう、こう不思議な存在がこう現れたっていうことで、なんかすごく面白かったんですよね、その宝石と人間のマッチングみたいなものが、うん、なのでちょっと宝石っていうものをこう使って、まあいろんな人とのこのマッチングをすることで何が起きるのかっていうのをちょっと楽しんでいるみたいな感じのところがあります。で、宝石っていうものに関してのイメージというのは、私はまあどういうイメージを持ってたかっていうと、まあ高価なもの、あの限られた人しかこう持てない何かとか、あとは権威の象徴みたいな感じだったりとか、もうどちらかというと一番強かったのは、女性に贈るもの、自分がこうプレゼントするものっていうイメージの方が強くて、どちらかというと自分がその宝石をこう身につけるとか、宝石と関わっていくっていう意識はまあほとんどなかったっていうか、皆無だったっていうふうな気がします。まあ、かといってその宝石のこと知らなかったわけでももちろんないし、思い返してみると、あの子供の時って結構キラキラした石とかって集めたりとかしませんでした、皆さん。で、あの小学校の学校のグラウンドで、まあなんか座って、あの校長先生のつまらない話を聞いているような時間に、あのキラキラした石、細かい石とかをちょっと集めたりとかっていうことをやってる男の子って結構私周りもいたんですよね。だから多分男の子って結構そういうキラキラした宝石には結構興味を持っている部分っていうのはなんかあるのかなって思いますね。なんとなくそこにこのロマンを感じるというか、何か心惹かれるものみたいなのが、まあ私もそういう感覚はやっぱりあったなっては思うんですよね。ただそれは宝石というものとそのキラキラした石っていうものとが結びついていくっていう人は多分あんまりいないのかなっていう気もしてます。で、ご多分に漏れず私もそういう感じで、宝石が自分の人生の中で何かの位置を占めてくるなんていう意識っていうのはまあなかったっていう感じです。で、一番その宝石に関わったっていう歴史を考えると、まあ、今の妻にプレゼントをしたルビーが一番最初のその宝石とのなんかコンタクトみたいな感じだったかもしれませんね。まあ、当時お金がなかったんで本当にものすごく安いルビーだったんですけども、まあ、それをプレゼントしてあげたっていうのはなんとなくすごく自分にとっても大きな出来事でもあったし、まあ、差もないプレゼントではあるんだけども、その印象っていうのは結構強くあるなっていう感じがしています。まあ、そんな感じが私のその宝石に対するイメージでしたね。うん、そんな私がその宝石のエネルギーっていうものに、興味を持つようになったきっかけの石っていうのがこれです。ちょっと分かりにくいかな。はい、この宝石というよりも宝石の原石ですね。写真では分かりづらいかな。はい、この何にもならない宝石の原石との出会いが、ちょっと私の人生にものすごく大きなあの影響を与えたことになりますね。今思い返すと、これが一番綺麗かな。で、この石はタンザナイトの原石です。今とっても人気の出ているタンザナイトですね。その原石に出会ってから、まあ、私の人生が大きくこう変化していったということがあるので、この石のきっかけはすごく大きかったなというふうに思います。
ぱり本当にこの石に出会った時にこれをやっぱり手に入れなきゃ、自分が手に持たなきゃっていう気持ちがすごく強くなったんですよね。それで本当にジュエリーに使えるわけでもない、何でもないこの原石なんですけども、これをまあ買うということ自体が私の人生の中で大きなパターンブレイクのようなことだったっていうのは、自分でも今思い返してもそうだったなっていうような感じがします。このタンザナイトっていう石が一体どういう石かというと、ものすごく変化を望んでいるような時、大きなもう人生の変化っていうものをこう望んでいるような時に持つと、とってもいい石ですね。まあいろいろなチャンスに巡り合うとか、またはその変化をするためには何かを壊さなければいけない、この自分のもう意識、まあ、凝り固まった意識を壊すっていうこともあるだろうし、実際な人間関係っていうものを一度こう壊していく必要があったりとか、あとは仕事ですね、職場仕事っていうものをやっぱりこう辞めたりとかっていうこともある意味、それまでのそのなんか自分のいた場所を壊していくっていうようなことに入ってくるんだとは思うんですけども、そういう破壊と創造みたいな、エネルギーを持った石だというふうに感じていて、まあよく言われる、まあ、竜神的なエネルギーですね。破壊と創造っていうと、まあ、竜神的なエネルギーっていうふうに言われるので、このタンザナイトっていうのはこの竜神の石っていうふうに呼んでるくらい、大きなそのエネルギーを持っていて、でそのエネルギーを使って、破壊をして創造していく、まあ、もしくは創造のために何かが壊れていくみたいな感じの、まあ、そういった感じのサポートをしてくれるような石です。で実際私もその時ものすごい変化の時期でもありっていうか、実際にもう変化し始めていた人生を変えて、まあ、仕事も変えて、まあ自分がこれからどういう生き方をしていくのかっていうことに関してもまだ模索中みたいなところで、その自分自身のその考え方とか固まった考え方とかをやっぱり壊していこうっていうふうに積極的にこうなんか思っていた時期でもあったので、このタンザナイトとの出会いっていうのはやはりすごくその自分にとっては大きな起点になったなっていうふうに感じていますね。破壊と創造っていうことからすると、まあ、このタンザナイトに出会ったのが東日本大震災の翌年になるのかな、なんですけども、もうまさにその東日本大震災自体が、まあ、破壊の、まあ、極まったものでもあり、私その時仙台に住んでいて、まあ、仙台で被災したんですけども、まあ、ありとあらゆるものが破壊されるようなことを身近にこう体験した中で、まあ、でもその後にやはり新しい創造、新しいものが作り出されていくっていうのもやっぱり同時に起きてくるっていうのも目の当たりにした時だったので、まあ、そういう意味で自分にとってのタイミングとしてもこのタンザナイトとの出会いっていうのがやっぱりすごくまあ必然だったのかなっていう気もしています。まあ、この石との出会いっていうのと同時に、まあ人との出会いっていうのもあって、まあ、実際私がこのタンザナイトに出会ったっていうのは、まあ、ある人を通じてこの石に出会ったということなんですけども、でその出会いによって、よりこう宝石の世界にこうなんか入り込んでいくみたいなところがあって、で流れの中で、まあ、自分も宝石屋をやっていくっていうような、流れになっていったっていうことでもあるので、そういう意味でこの宝石タンザナイトのエネルギーは未だにやっぱりすごいなというふうに感じているところです。で、今日の本題である宝石とは一体何なのかっていう話なんですけども、私が今感じている宝石でどういうものかっていうふうに説明するときに、まあ、宝石って何だろう、神社みたいな感じだなって私は感じています。持ち運びできる神社ですね。なんかハテナマークが出てくると思うんですけども、まあその心はどういうことかっていうと、まあ神社
ていうのは、まあ、なんかお願い事をするだったりとか、まあ、そのお願い事が成就した時に、まあ、お礼に行く場所みたいな感じで、まあ、そこに何かしらのご利益があるっていうふうに感じている人はすごく多いと思うんですよ。で、まあ、そのご利益っていうものが あるっていうことに関しては多分エビデンスもなければ計測もできなければ検証もできなければ、まあ科学で証明できるものではないっていうことは誰でも分かってると思うんですね。まあそれなのにこれだけの人が、まあ、何かの節目になると神社に足を運んで手を合わせるっていうこの日本の文化っていうところの中にこうある、そうすることが普通であるみたいな感じっていうのって、とってもスピリチュアルなことじゃないのかなっていうふうに私は思っていて、私ものすごくスピリチュアルなことに興味があってエネルギーのこととかも結構いろいろ調べたりとか研究したりとか学んだりとかを、まあそれに時間をかなりかけてきたし、お金もかけてきたし、実際にさっき言ったようにインディアンジュエリーにハマってた時は実際にアリゾナとかニューメキシコまで行ってそのインディアンたちの教えをこう乞うみたいなことだったりとか、インディアンジュエリーを扱っている部族の村まで行ったりとか、まあ、あとは向こうの儀式を受けてみたりとかですね、インディアンの儀式を受けてみたりとかっていうことを経験したりとか、まあ、そういう意味で結構いろいろスピリチュアルなことをこう学んでいて、で自分はスピリチュアルリーダーになろうと思っていた、俺はスピリチュアルリーダーになるみたいな、スピリチュアルリーダーに俺はなるか、ルフィみたいな感じのことを言っていた時期もあったんですよね。ただそれをその学びを進めていけばいくほどこう分かってくることっていうのは、その日本人のその普通っていう感覚の中にあるそのスピリチュアリズムっていうかスピリチュアルの本質みたいなものに気づかざるを得なくなってきて、なんか特別なものではないなっていうふうに感じ始めたんですよ、スピリチュアルっていうものが。だから目に見えないその何か力みたいなものっていうのをこう信じる力みたいなものっていうのは日本人にはもともと備わっていて、まあ、例えばそのお天道様が見ているっていう感覚っていうのは、その自分をこうの自分を正しくこう保つためには何かこの大きな力によって自分たちが見守られていて、でその見守られているそのお天道様に恥ずかしくない生き方をしようっていう感覚、これ自体が多分スピリチュアルだっていうふうに思っていて、いやその感覚があるからこそ多分人に迷惑をかけないようにこう生きようとする、もしくは誰かを傷つけないように生きようとする行動するみたいなことっていうのが自然にできてしまうっていうことで、このこと自体が多分スピリチュアルだなっていう、スピリチュアルの本質だなっていうところに行き着いたっていうことがあって、でそういう意味で日本のその神社にお参りする感覚っていうのはとってもこう素敵なことだなっていうふうに思っていて、またとっても不思議なことだなっていうふうにも感じているところがあります。で宝石もその神社に似てるっていうところの心は何かっていうと、宝石にもやっぱりご利益みたいなものがやっぱりあるなっていうふうに感じているんですよね。さっき言ったタンザナイトであればその人生を大きく変化させるっていうことに関してのやっぱりサポートをしてくれる感じで、神社とかもそうですよね。何かその学業成就のためのご利益とか安産のその神社とか、あとは何ですかね、縁結びとかあるんですけども、まあそういったご利益を求めてその場に足を運ぶっていうのと、その自分がこうなりたい、こうありたいっていうふうに思うことに関してのサポートとして石を持つっていうことっていうのはとてもなんか似てる感じがあって、でそういう意味で、あなたに今ふさわしいサポートっていうのがどういうものなのかっていうことを明確にした上で、その人がどういう宝石を持ったらいいかっていうことをこうフィッティングしていくっていう今のこのやり方っていうのが、とても見ていて面白いなっていうふうに感じていて、まあ、ある意味そういう人たちのその変化の姿とかを見ることで、
そのちょっと私もいろんなことをこう研究しているみたいな、実験しているみたいなところもやっぱりあったりするんですよね。なので何かこう自分が叶えたい願望みたいなものがあったら、まあ、どこどこの神社に行けばいいよみたいなのってありますよね。で、あのどういう神様がそういうこうご利益がある神様であるとかっていうこともあると思うんですけども、まあ、それに似た感じで、あなたが望んでいる願望を達成するためのサポートとしてはこの石がいいですよっていうような、まあ、そういった提案をしていくっていうのが今私がやっているフィッティング方法なんですよ。なので、その宝石のエネルギーっていうものと、まあ、神社にあるそのご利益みたいなものっていうのはとてもなんか似ている感じがあるなっていうふうに感じています。のでちょっと興味がある人はちょっと石のエネルギーっていうものをやっぱり触れてもらいたいなっていうのがあるので、あの興味がある方はぜひちょっと私のところでフィッティング受けてもらえればいいなっていうふうに思ったりする部分もあるんですけどね。まあそれはなかなか難しいっていうところもあると思うので、ちょっと石にもちょっとエネルギーがあるぞみたいなふうな感覚を持ってもらって、ちょっと自分が持ってる宝石とかとちょっと対話をしてもらうみたいなことがあると、ちょっとまた違った形でその自分が持ってる宝石をこう使いこなしていくことができるんじゃないのかなというふうに思います。今から10年20年くらい前かなから、あのパワーストーンっていうものが日本でもすごく流行って、街中にもそのパワーストーンのお店っていうのが結構たくさん見かけるようになっていて、まあ、芸能人の方とか結構メディアに出演されている方がこう数珠みたいなものをこう手首につけてたりとかする姿っていうのを見かけるようになってきましたね。最近ではあとビジネスマンの男性がそういったパワーストーンを身につけてるっていうのがなんか当たり前のように見れるような時代になってきてると思うんですよ。でそれっていうのは多分その宝石にも何かしらの、まあ、エネルギーがあるぞ、何かしらの、まあ、ご利益があるぞっていうふうに感じてる人が多いっていうことだと思います。で、まあ、そのご利益があるかないかっていう証明、さっき言ったようにもちろんできないし、証明はできないし、それは本人が感じることでしかないので、そのパワーストーンがそのどうだとか、効果があるのかどうかっていうことに関しては私は全くこう興味がなくって、ただそれを身につけることによって人生がより良くなっていくということが、興味があることです。だからその人にとってその石っていうものが何かしらのこうサポートになって、その人の人生がより良くなっていくっていうことがあるんであれば、まあ、どんなものであってもうまく使っていけばいいんじゃないのかなっていうふうに思っているんですよね。でその中で、私はこの、まあ、ジェムクオリティの宝石、いわゆる宝石って言われるもののエネルギーっていうものをやっぱ知っちゃったので、それをやっぱり使ってこう人生をより良くしていくっていうようなことに関してちょっと突き詰めていきたいなっていうふうに今は思っているところです。で、このチャンネルではそういったその宝石のエネルギーに関してのことをメインに話していくので、まあ、さっき言った通りこれはまあエビデンスがあるわけでもないし、証明されるものでもないし、まあどこかで保証されている何かでもないわけなので、ある意味ちょっとエンタメ的に宝石にそういうエネルギーがあるのかぐらいの感じでちょっと捉えてもらえればいいかなというふうに思います。またその神社とかと同じような感じがするなっていうところもなんとなくこう面白そうだなっていうふうに思ってもらえるんであれば、ちょっと宝石のエネルギーのことについてどんなご利益があるのかっていうようなこととかもこれから語っていきたいと思いますので、ちょっと興味があったらぜひチャンネル登録していただければ嬉しいです。で、また、この内容が面白いなと思ったら、ぜひ、いいねボタンを押していただければ嬉しいです。ということで、次回からまた、この不思議な存在である宝石について、宝石のエネルギーについて、いろいろ発信していきたいと思います。ぜひ、また、お越しいただければ。では、